でもな、私が卒業した後からね、ホロライブを好きになって来るっていう方ももちろんたくさんいると思う。私が卒業した後ね、あ、2022年から、ホロライブ好きになりましたっていう方もいっぱいいると思う。そういう時に私誰みたいななったら、みんなそしたら説明してくれるかい？解説がしてくれる？あ、それ俺の女、君たち知らないの？俺の女って言ってくれる？頼むで頼むでね。これから続く後輩、6期生ってまだいないんですけど、なんか入るっていう噂がね常に流れてますけど、うん、6期生とかがね、私を知らない状態でね生きていくと思うんですけど、まあそういった子たちにもね、なんて言うんですかね、まあこんなやつがいたのだとぜひ知ってもらえたら嬉しいよね。会長が6期生とで知ってデビュー、私6期生私が6期生としてデビューしたらいろんなことがおかしな話になっちゃうよ。ってみんな困惑しちゃうで。それでも会長ならやってくれる。会長への期待がすごいです。みんなが期待してくれるのは嬉しい。とってもイエロー、ウー、あ、違う、ウーじゃない、ウー。昨日さ、ちょっと興味本位で本位でレディットを見ていて、レディットのミーム紹介っていうさ、配信が前あったじゃないですか。ね、会長先輩がやってた。あのシリーズめちゃくちゃ好きで。なんかさ、これは、